ジャコウ牛は、牛かジャコウ牛属に分類される、風邸類。原生種では本種のみで、ジャコウ牛属を構成する。カナダ北部、デンマークに、自然分布。アメリカ合衆国、ノルウェーなどへ移入。体長オス201から 246cm、メス194から 201cm。肩高110から 150cm、メス 123cm。 体重オス263から6 5 0ラム、メス280から2 9 5キログラム。体型は頑丈。全身は長く硬い上毛と柔らかい下毛で覆われる。死ゆともに、基部から下方へ向かい、先端が外側髪型へ向かう角がある。眼下が突出する。涙骨には、くぼみがある個体とない個体がいる。 粉担の体毛で覆われない板状の皮膚は小型で三角形。眼下部に周線がある。中手骨や中足骨は短く幅広い。手蹄詰めは短い上に幅広く、先端が尖る。手蹄詰めの内縁は直線的だが外縁が半円形や三角形。かかとの接地面は硬い皮膚で覆われる。左右の蹄詰めがつなぐ、皮膚膜が非常に分厚く。 皮膚膜全部は長い体毛で覆われる。側歪めは大型。オスは各基部が幅広い。オスの老齢個体は背面に幾褐色や炭鉱色の名色斑が蔵状に入る。乳頭の数は4個。ギュンツ表記のヨーロッパに出現し、北アメリカ大陸には約40万年前に侵入したと考えられている。アシュの有効性を疑問視する説もあり。 足を認めない説もある。カキは、ツンどらないの水辺、湿原に生息する。陶器になると、積雪の少ない斜面などへ移動する。メスと、幼獣からなる3から100頭の群れを形成して、生活し、カキには分散して、小規模な群れを陶器になると大規模な群れを形成する。オスは単独もしくはオスのみで小規模な群れを形成し、生活する。オス同士は突進して、 核を突き合わせて激しく争う。突進の際、速度は時速6 0トルに達する。外敵に襲われたり強風で寒さが厳しい時には、成獣が外側へ向かってエンジンを組み、その中に幼獣を入れて守る。植生は植物食で草、木の葉などを食べる。繁殖形態は体制。8月に交病を行い、妊娠期間は8ヶ月。オスは、 繁殖期に興奮すると眼下線から匂いのある分泌液を出し、この行動が名前の由来と考えられている。4から5月に1回に1頭の幼獣を生む。ユーラシア大陸北部にも分布していたが、乱獲により約3000年前に絶滅した。外毛の下にある産毛はキビアックと呼ばれ、高級、高価、希少である。カナダ政府によって、 年間の捕獲量が制限されている。ありがとうございます。